今日はね、あいにくの雨で、外の作業はできないんだけど、家の中で出品物の撮影とか、あとね、家族とね、なんか、園芸に関する話をね、進めました。17日土曜日の、午後4時31分だね。これから朝ごはんです。朝ごはんはね、これ、セブンイレブンのね、具だくさんシーフードグラタン。594円。約600円だね。あと、イトーヨーカドーで、2週間ぐらい前かな、買った、牛乳寒天。これね、3個入りなんで2個食べちゃったんですけど、結構ね、まあ、ちっちゃくて、プチデザートのサイズにはちょうどいい感じと、まあ、味は、まあ、想定内って感じで、杏仁豆腐よりは全然ね、ちょっとコクが足りないなって感じはするんだけど、ちょっと食べるにはね、ちょうどいいし、値段もね、確かね、安かったと思うから、近くにあればね、もっと買いたいなと思った。今日はね、この間、病院に行ってきたついでに、近所っていうか、通り道のね、お庭を拝見してたら、生垣の作り方、フェンスにね、なんか、畑で使う支柱を、ワイヤーかなんかで固定して、アーチ型にね、して、フェンスのね、形をこう丸くね、してるうちがあったんだよね。そういうのね、いいねっていう話を家族にね、ちょっと提案して、そういう風にね、したらどうかっていうのをね、今洗脳中です。あとは、なんかイチジクとかも、今ね、庭のど真ん中に鉢植えがあるんだけど、真夏とかはね、多分日差しが良すぎて、干からびちゃうんで、一日にね、一回お水あげたとしても、ちょっとね、あまりにもね、日が差しすぎてね、暑くなりすぎるから、ちょっとね、半日陰じゃないけど、避難場所をね、ちょっと作っていかないとまずいね、みたいなことをね、話しました。それ以外は、その家族が育ててる植物の話で、なんか、苗として人にね、譲れそうなものがあるよとか、それをいつ写真撮って出品しようかとか、そういう話かな。あと、庭の中で今までね、なかった植物を今後ね、迎えるんで、その南国果樹の置き場所のこととか、スペース作ってこうねっていう話。あと、南天って皆さん知ってると思うんですけど、南天って赤い実がつく南天と白い実がつく南天があるんですよ。で、私ね、去年、一昨年ぐらいに、白い南天をね、譲っていただいたことがあって、で、うちにね、あるんだけど、赤南天と白南天がね、一株ずつ寄せ植えになって、ビニールポットのこのぐらいのサイズのに、まとまっちゃってるのね。それで、そのままだと大きくならないから、赤と白まず分けて、で、赤はね、もともとうちにあるからいいんだけど、白南天っていう方を大きく育てたいのね。で、育てた上で、赤南天とね、白南天ね、家の方角的にね、植えた方がいいね。方位っていうのがあって、鬼門と裏鬼門っていうのがあると思うんだけど、裏鬼門のね、南西にね、白南天をとにかく植えるといいよっていうね、ネット調べれば出てくるんだけど、なので、その通りにね、とりあえず植えたいっていうような希望を、伝えたりしましたね。それで、ポポーの苗木は、一昨日の夜、私が、15日のうちにね、5がつく、日に、ポイントがね、たくさんつくサイトで注文したんで、まあ、発送までね、ちょっと今、こういう時期だから、時間がかかるって言われたんだけど、一応注文承諾メールがね、来ました。なので、ポポーが2種類、ピーターソンポポーですね、の、ちょっと名前忘れちゃったけど、2種類がね、うちに、あと何日かとかで届く予定。で、それから、沖縄の島の、苗販売業者さんから、買いたい苗っていうのがホワイトサボテ3種類とベリバムコサっていう、なんだろう、バンレイシカの美味しい、フルーツ。それから、サワーソップがね、あるか聞いたんだけど、サワーソップの苗木がね、最近ね、売れちゃったんだって。それでね、もうしばらくね、在庫が切れた状態になるから、注文ね、できないってよ。言われちゃって、で、欲しがってたから家族もね、がっかりだったと思うんだけど、まあ、しょうがないから、まあ、一応ね、家族にね、それどうするって聞く前に、
根回しで相手のね、そのショップさんの方に種は売ってるんですかって聞いたら、種はありますって言われたの。だからそれを聞いた上で、さっきね、話した時に、種はあるらしいけどどうするって言ったら、じゃあ種から育ててみるかってことになって、まあ種からだとまあ3、4年とかかかっちゃうから、すごい気が長い話なんだけど、まあ一応ね、育ててみることになりそうですね。で、まあ、最終的に注文する前にもう一回ね、サイトを確認しようって話で、今4時36分だけど、まあ、5時ぐらいにね、パソコン一緒に見る約束してます。外ね、今聞こえるかわかんないけど、雨ザーザー降りなのね。今日寒くて、猫もね、おちおち外に出らんないって感じで。植物もね、恵みの雨だからね、水やりしなくて済むし、イチジクなんかはね、もう、もってこいの雨なんだけど、私なんか松葉杖で両手歩いてるから、こんな日にね、とてもじゃないけどね、ちょっと外でも見ようなんてなったら、タイルで滑ったりね、泥で滑ったりして大変なことになるからね。今日はおとなしくね、家の中で過ごします。